これはあの日本初上陸のタッピングアームです。で、バルセロナで作ってまして、今世界45カ国で2万台ぐらいの導入実績がある、あのタッピングアームでは世界で一番導入されているものです。あのマシニングでタッピングをしたり、あるいは手でタッピングをする代わりに非常に手軽にタッピングができるというのが、メリットだと思います。じゃあどれぐらいの速さでタッピングできるかちょっと見ていただきたいと思います。これは、M8 で深さ、12ミリぐらい あのタッピングをするんですけれども、ソマリアナでもクラッチが効いてタップを折れないような仕組みになっています。で今見ていただいたように、3秒ぐらいでタップを切ることができます。だからタップを折らずに、素早くできる。でかつこの中がですね、なんて言うんでしょう、まあ、エアのダンパーになってまして、あの、まあ、ほぼ無重力感覚で操作できます。ですから、技能がない方でも、でまた力がない女性の方でも、あの簡単にタップの作業ができるというのが、特徴になっております。ネジはですね、M2 から M36 まであの切れるラインナップを取り揃えております。これはヘッドを360度回転させることができます。ここを緩めて、でこのような形で回すことができますので、あの横穴を開ける場合も、横穴に対するタップも、ワークを動かすことなく作業ができるというメリットがあります。でこれはあの電気式なんですけれども、エアの方式の、まあ、エア駆動のタッピングアームもございます、はい、ですので、まあ、インフラに合わせて、使っていただくことができますから、まず生産性を上げるということ、あとはまあその例えば大きいワークを加工する場合は、ワークを動かしたりすることなく安全に作業ができるという点で、なかなか面白い製品なんじゃないかなというふうに思っております。日本初上陸ですのでよろしくお願いいたします。